二字熟語穴埋めクイズ。真ん中の空欄に入る漢字を当ててください。出題とヒント出しは丸みとメルミが行います。部首と総画数のヒントを出しますが、ヒントが分かりやすいとは限りません。それではスタート。第1問、部首はタレの部分です。総画数は4画です。終了を。共通する漢字は厄という字です。熟語は大厄、厄年、厄介、翻訳です。第2問、部首は字そのものです。総画数は3画です。終了を。共通する漢字は大という字です。熟語は絶大、大和、大体、頂戴です。第3問、部首は下を囲んでいます。総画数は4画です。終了を。共通する漢字は今日という字です。熟語は元凶、狂気、狂作、大凶です。第4問、部首は冠の部分です。総画数は3画です。終了を。共通する漢字はなくなるという字です。熟語は尊王、王室、亡者、公募です。第5問、部首は地位そのものです。総画数は4画です。終了を。共通する漢字は牛という字です。熟語は海牛、牛車、牛脂、水牛です。第6問、部首は冠の部分です。総画数は3画です。終了を。共通する漢字は万という字です。熟語は巨万、万貫、万事、玄万です。第7問、部首は地位そのものです。
総画数は4画です。終了を。共通する漢字は王という字です。熟語は明王、王手、王家、女王です。第8問。武士は真ん中やや下で貫いてます。総画数は3画です。終了を。共通する漢字は与えるという字です。熟語は関与、余震、与力、東与です。第9問。武士は辺の部分です。総画数は4画です。終了を。共通する漢字は引くという字です。熟語は強引、引火、引率、地引きです。第10問。武士は字そのものです。総画数は3画です。終了を。共通する漢字は土という字です。熟語は本土、もぐら、土間、出土です。第11問。武士は冠の部分です。総画数は4画です。終了を。共通する漢字は助けるという字です。熟語は一回、介在、介入、魚介です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメント投稿よろしくお願いします。